はい、トントンどうも、ガオチュウでございます。ここはまだ山梨でいいのかな、はい、何個線だかわかりませんが、三国峠というところ向かっております。この辺からなのかな、はい、三国峠、あの3つの国の峠、まあ群馬と新潟の間にも同じ漢字を書く峠はあるんですけど、あれは読み方として三国峠、こっちは同じ字で三国峠ってことでよろしいでしょうか誰に言ってんだって感じですか。結構坂道きついのかな、はい、そんなところを行きます。これどうか、山梨、神奈川、静岡かな、この3つの県をまたぐ峠 だったかな、それでいいでしょうかね、はい詳しい方、後で何かあればコメントください。はい、ということで、北はいいんですけど、なんか風が強えぞ。わあ、なんかすげえ風。なんだなんだ。なんか外寒そう。雲の中だし、はい。といった感じで。わあ、どうもね。ここも楽しそうってことで来ました。はい。まあ初めて通る道なんで、どんな道かは分かりません。まあ一応夕方なんでヘッドライトオン。葉っぱがなんか落ちてくる。晴れてれば気持ちいいんだろうな、もう雲の中雲の中です。わお、おお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 お、いやー、雲が流れて、こっちから右から左へ流れております。明日雨かな、やだな、はい、そんなことをぐだぐだ言ってる間に、もうすぐ県境になるか、どうなの、あ、前走者がいた。もうそろそろ、お、駐車場がある、駐車場があって、下り坂になるってことは、もうここは峠のてっぺんですかね、はい、三国峠、ここから下りでどこへ抜けるんだろうねで、てっぺん過ぎたら神奈川だっけで、神奈川過ぎてなんか別の峠、うわ真っ暗、何この暗さ、いやーもう夜、そんな極端にすぐ暗くなっちゃうの、今日は何ちゅう天気だ、はい、まあ、山の天気はね変わりやすいって言いますけどね、ここまですぐ極端に暗くなるのもなんだかなって思います。あ、で、今は神奈川で、もうちょい行くと静岡だったような気が
しますが、いやー、ここも初めて。天気が良ければいいんだろうな、景色がね。あー、30キロです。あー、なんでこんな雲の中に入っちゃうの。残念でございます。あ、こういうところ景色がいいんだろうな、晴れてるとね。こっちの左の方ね。あららら、ら、何も見えません。残念。この動画どうしよう、せっかく来たのに。真っ白で何も見えないっていうのもね、どんなもんかな。どんなもんかな。なんで、こっから静岡に入ったみたいです。はい、速度落とそう、ギア落とそう、でもうぐわーっと下りですね。なんか下り、いや、すげえな、下り下り、ギュインギュインと曲がってるみたいで、うわ、なんかすげえ曲がってる、クイクイ曲がってる。下り楽しいけど、楽しいけど何も景色が見えないっていうのがね、雲の中ってのがね、残念でしたね。はい、ということで、なんかナビ様に峠の名前が出てきたぞ。なんだなんだ、明神峠、明るい神様の峠と書いてあります。そういう峠があるのね。ってことはこの道は三国峠とこの 明神峠でいいのかな、読み方は。明神とか言わないだろうね。そんな2つの峠をまたいでる道のようでした。はい、いや楽しいでしたじゃねえな、まだつんな、まだまだまだ終わってないんだ、まだ降り切ってない。おお、なんかすげえぞ。いや、楽しい道だぞ、楽しい道だぞ。あ、対比上ね、いざっちゅう時にゴンって突っ込むやつね。いや、すげえ下り坂。うわ、なんか開けた。景色見えますか？向こうに見えるのが、あれ違ったっけ？うわ、なんかこのつづら折りっぽい、なんかぐねぐねっと上がった道。すげえ。向こうが、箱根？かな？147号線、はい、静岡ね、静岡147号線、山梨、神奈川の番号はどうなんだろう、同じなのかな、違うのかな、向こう箱根、ね、どうなん、分かんないですけど、降りてまいりました、結構標高高いね、こっちね。明神峠、これも楽しい。下りがなんかすげえ、ぐーっと急に下がってるけど、もうブレーキ大丈夫かな。今サードなんですけどね。オート三輪、違うな、あれトクトクだな。
フト三輪じゃねえや、トゥクトゥクでした。トク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 、確か現地語の発音のはトゥクトゥクだったような気がしたけど、うん、一回なんか向こうへ出張行った時なんか乗ったような乗らないような、あの時バイク乗ったんだっけな、バイクのケツに乗させられて、料金いくらナンバーツじゃなかったか、はい、なんていう思い出がありますね、うわーなんか開けてる、お、はい、ということで、そろそろ終わりでいいのかな、三国峠、明神峠、うん、三国峠だけだかと思ったら2つありました。お、スカイライン懐かしい、ということでこの辺にしておきましょうか、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ガオチュウでございました。また次の動画でもよろしくお願いします。それではさようなら、バイバイ。